でも、その、研究最先端、まあ、サンバカラスじゃないですけど、その3人って、まあ、やっぱり割と、認識としては、おそらく最先端の勝利が重なっているところもあると思うんですけど、うん、まあ、そんな中で、今のところ伊藤さんと藤井さんの相性という意味では同じようなその勝利の作りを試行して、はい、で中盤以降で藤井さんは抜け出すということがかなり多いようにも見受けられるので、まあ、伊藤さんにとってはここはその相性的にも非常に課題というか、うん、ここをその、どう抜け出すかっていうのは、まあ、伊藤さん本人の立場になってみると相当課題になるのかなと、うん、まあ、どういうことかというと、その伊藤さんのようなスタイルで、まあ、この3人のようなスタイルでやっていって、はい、もしそれができるんだったら、はい、こう、まあ、藤井さんも言われてましたけど、定石の修正のみで日常生活が済んでいくので、はい、そこは楽なんですよね、うん、その今回の広瀬君みたいに定石の修正じゃなくてなんかこう練って練って持っていくっていうんじゃなくて、はい、その練って練って持っていったやつをこうなんか叩いて、でこうヒット打っていけば、はい、その自分は別にフォームは何も変えなくていいっていう感じで、これはこれでその実現できれば楽な面もあるんですよね。なるほど、はい、確かに藤井先生まさにそうおっしゃってましたね、うん、自分のみたいな人の方が絶対楽なはずだって、うん、一回一回作戦立てる人の方が絶対大変っていう、あ、そういう考えはあるんだと思ったけど、確かにそうかもしれないです、ね、一回一回その練って持っていくのは、ね、うん、練るのが大変だし、こうできるとも限らないしっていうところで、そこがそのまあ大変なところもあって、で、まあ、彼らがやってることをそれ自体をやるのはすごく大変なんですけど、まあ、できているとなると他の人よりもちょっと優位性があるとも言えるんですよね。なるほど、まあ、だからこそ伊藤さんは非常にその公式戦ではその序盤でリードしてそのまま押し切るだとか、はい、まあ、押し切れないまでもある程度その負けづらい形を作って、うん、その自分の力が出るような格好に持っているっていうことで、うん、まあ、本当にタイトル挑戦連続するような成績を収められてるわけですけど、はい、こと藤井さんが相手となると、うん、このその、 相性的な噛み合わせというか、うん、他の人に対しては自分はこう別に受けてればいいわけですよね、うん、そのこの定石はこうこの定石はこうって感じで、はい、その相手の工夫に対して来た球を打つような感じで受けてればいいんですけど、うん、藤井さんとやった時はがっつりそのまあ、研究と研究が噛み合って、で中盤戦、何回の中盤戦に入った時にもちろん伊藤さんその強いわけですけど、まあ、藤井さんのこう、まあ、なんというかさらに上を行くというか、結構異次元のその中盤から終盤にかける長射程のその読みの精度というか、それにまあやられてしまって、このまあしかもなんか相性的にも多分しっくりきてないかなという気もするので、なんかこうこの路線でやっていけばいつかは勝てそうっていうよりかは、なんかこの噛み合わせだとなんか打開が難しいのではっていうふうに思っちゃいそうな感じになってるので、そこを今回どう打破しているか、まあ、ただ伊藤さんのスタンスとしては今まで通りの勝ち方をしてタイトル戦に来ているので、まあ、このまま、やると竜王戦と同じような戦い方になると思うんですけど、で、まあ、もちろんそのこのままの戦い方をして別に今度は勝つってこともあるとは思うんですが、当然ながらやってみないと分かんないので、ただまあ、ともすればちょっとこう同じような展開になるかもしれないので、まあ、そこは一日戦になったりして違う部分も出てくるかもしれないんですけど、ただまあ藤井さんの精度そんなに劣れるわけではないので、一日制だからといって、で伊藤さんもその時間は欲しい人でもあると思うので、だから、まあ、そのまあ何が出るかは分からないし、僕も全然分からないんですけど、この、まあ、伊藤さん本人の立場に立ってみたらあんまりいい手応えでもないかなという気がするので、今までの藤井戦っていうのは勝つっていう意味ではちょっとその辺どうこう修正してくるかなっていうのが見ものだと思いますね。